に戻れないよね。近すぎたのかな。さよならなんてさ、当たり前の毎日が続いていくと思っていたから、平行線のまま届くなら、ただもう一度もう少しだけ一緒にいられたなら、この距離は縮まらないまま、交わらないようにできていた。答えない遅くなんてないから、ただ痛いくらい今ならまだ間に合うから、なんてさ、ああああI'm not afraid to die.
からの日には思い出が思い出が思い出が流れ落ちる。消極的希望のないような口ぶりで明日を見上げる空、困ったな困ったな、未来にすがることさえも今が浮くらいのきらめく声が覗いた。今更なんて言わない。
言って。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生人生相談です、この先どうなら楽ですか。そんなの誰もわかりはしないよなんて言われますか。ほら苦しさなんて教えるわけない、何もしないで生きていたい、青空だけが見たいな。
人が得をしているのはなんでなんでしょうか。幸せの持ちかお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春ってね、札が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンスをどこか期待していた。先生どうでもいいんですよ、生きてるだけでいたいんですよ。いつもフロントもこの穴の埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって雲の高さを指でどこ、思い出だけが苦いのはわがままですか。人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。花の散り際に面目がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうもんなんですか。先生人生相談です、この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部詭弁でした。ああこの先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われました。ただ夏の匂いに目をつむりたい、いつまでも風に夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せたバス停の背を覗けば、あの夏の君が頭にいる。Yeah.